カンボジアでは気軽に利用できるフードデリバリーが盛んです。今回は実際に消費者が使っているフードデリバリーアプリを見ていきます。この調査では20代から50代のカンボジア人の男女169人にフードデリバリーの利用状況についてアンケートを実施したものです。この結果を見るとフードパンダが最もよく使われていることがわかります。他社よりもデリバリー費用が無料のお店が多いこと、割引などのキャンペーンを頻繁に行っていることから圧倒的な支持を得ているのだと思います。2021年のカンボジア内の登録店舗数は前年比 30% 増の約1万2000店舗で、そのうち日本食レストランの登録店舗数は約60店舗あるそうですよ。他にも様々なフードデリバリーアプリが利用されているんですね。はい、フードデリバリーを主要なサービスにしているアプリが多いですが、その他にも配車サービスも提供するグラブが 5.3% の回答を得ています。 35% の回答があったニャム24も街中でよく見ますね。はい、ニャム24はカンボジアのフードデリバリーアプリの中で先駆け的な存在で、2016年に設立されました。3位のワウナウはフードデリバリーの他に中国の通販サイトタオワオと連携していてオンラインショッピングもできます。その他に 4.1% の回答があったムーブは2018年にカンボジア人起業家が設立したフードデリバリーですね。一方でフードデリバリーを使ったことがない人は 8.3% にとどまっています。そうですね、2020年以降新型コロナの影響で外出できない、買い物に行けない状況からフードデリバリーの利用が拡大しました。デリバリーの内容も宅配サービスやアプリ上でのオンラインショッピングなどサービスが拡大していますね。実際利用が拡大しているのか、フードデリバリーのドライバーの方々にインタビューしてみました。1日何件デリバリーの対応をしていますか？30件と35件。1日あたりの収入はどのくらいでしょうか？以前は何のお仕事をされていましたか？ពីមុនការងារធ្វើផ្នែកឧស្ម័នចោលអុកស៊ីហ្សែនចោលអីចឹងអត់មានផងឥឡូវធ្វើការតាមមុខបាទ Food Delivery 市場が盛り上がっているのが分かりますね。私はコーヒー1杯頼むだけでもフードデリバリーを使ってしまいますが、一般的にはどれくらいの頻度で利用されているかアンケートで聞いてみましたので見てみましょう。1週間に4回以上が最多で全体の 30.8% ですね。フードデリバリーを使ったことがないは全体の 9.5% なので、多くの人が利用する身近なサービスであることが分かりますね。次に、夕食にフードデリバリーを利用した場合1人当たりいくら使いますかという質問をしたところ、約8割の人が10ドル以下と回答しています。10ドル以下と回答した人が多いのは、アンケート回答者のほとんどが中間所得層で、学生も3割程度いたことが理由として考えられますが、アプリによっては送料が無料なので、
価格帯が比較的安いものでも気軽にデリバリーで頼むことができるというのも理由の一つかもしれませんね。